皆さん、こんばんは。聞こえてますかね。聞こえてたらコメントください。あ、こんばんは。よかったです。聞こえてますね。あ、聞こえてます。あ、こんばんは。よかった、よかった。OK です。出ます。よかったです。はい。皆さん、こんばんは。聞こえてます。よかったです。ああ、よかったよかったよかった。いやー、お久しぶりでございます。皆さん、明けましておめでとうございます。久しぶりにね、YouTube ライブやるんで、まあ、個人でですけど、対談とかで流してっていうのはやったりはしてるんですけど、まあ、個人でね、ちょっといよいよ皆さんとお話しするっていうところは、なかなか最近なかったんで、本当、去年の、試合の、まあ、優勝決定振り返り YouTube ライブの後からもう1ヶ月ぐらいですかね。1ヶ月は全然経つか。はい。ぐらいちょっとご無沙汰だったんですけど、久しぶりに皆さんとお話できて嬉しいです。今日は皆さんよろしくお願いします。でですね。いや、ちょっと皆さん。ちょっと、今の僕の、いや、まあ、今日は、ちょっと、まあ、奈良クラブに移籍が決まりました。で、奈良クラブに、まあ、決めた経緯とか、これからね、奈良クラブと一緒にどう、こう、奈良を盛り上げていくかとか、なんかその辺のお話をしたらな、できたらな、というふうには思うんですけど、それよりもですね、今、本当にめちゃくちゃの悩みがあって、はい、これもう笑っちゃうんですけど、まあ、ちょうど21、だから昨日に搬送ができたんですよ、引っ越しの。で、まあもう、奈良に住み始めたんですけど、なんとですね、まず、冷蔵庫が入らないっていうことになったんですよ。まあ、新しく新調した冷蔵庫がちょっと横幅が大きくて入らないですってなって、でですね、まあ今日横幅もちっちゃくしてとか、ちょっとまた別のものにして、まあ配送してきたんですけど、まあ自分らで行けっかっていうふうに運んで、まあ妻と二人で来たんですけど、結局もうほんとギリギリで、多分あれプロのね、こう、人がやらないと難しいっていうぐらいだったんで、今はもう玄関先に置いてあるんですよ。だからもう玄関の 扉がもうほんとこんなぐらいしか開かなくて、人一人通れるか通れないかぐらいしか開かなくて、人生で初めて玄関に冷蔵庫ありって書きました。札貼って。なんで、これどうやって運ぶのかなと思って、なんか引っ越し屋さんに
ね、こうお願いすればできるのか。でも前回の引っ越し屋さんでももうまあなんか難しいって言ってたんで、いやこれどうやって運ぶのかなっていうか、他のね、こう部屋の人どうやって運んだんだろうと思いながらですね、ちょっと今悶々とした気分でいるという感じでね、本当に今大変困ってますというところで、あ冷蔵庫入らないマンション、あやっぱそういうのあるんですね。そういうのってどうすればいいんですかね。いや本当びっくりしました僕。いや今までまあこう1回しか住んでなかったんで、まあなんとか入れられたんですよね。いやでもちょっとまあ新しくしてから初めて2回以上に住むんですけど、したら入れらんないってなって、どうしたらいいものかっていうのでね、今一番の悩みどころがそこですっていうね、全然遺跡の話とは関係ないところでね、こう悩んでて、いやーもうちょっとねどうしようかなと思って、何かもしあの皆さんおすすめがあればですね、このライブの中でもね言っていただけると、あ冷蔵庫洗濯機ありますね、やっぱそうなんですね。いや、今どうすればいいんですかね。なんかもう全然困っちゃって。そうそう、冷蔵庫はストッパー外したら、いや、動くんですけど、持ち上げて入れないといけないじゃないですか。そこが本当に階段がもうビタビタで、まあ、ギリギリ多分通るスペースはあるんだ、だとは思うんですけど、ちょっと僕と妻の腕じゃもう難しくて、で、上げては下げ、上げては下げて、結局、玄関。扉開けたらすぐ前にあるっていう感じで、そうリフト使って窓から、そうなんですよね、なんですけど、そのそっち側の窓があれあれなんですよね、なんか狭いみたいなんですよ窓っていうか、どあの通路が、だから通常、まあ、上げるトラックもちょっともっと大きくないと無理だし、大きくないとというかもう本当にあのなんていうんですかね、こう何すんごいでっかいなんかこうクレーンで吊るすみたいなのをでちょっとこう細いところ伸ばさないと入らないみたいな言われちゃって、なんかよくわかんなくても今ね大変なんですよね。なんか昨日搬送は搬入か搬入は終わったんですけど、冷蔵庫だけなくて大変な今時期を過ごしてますというところで、すいませんね、ちょっとねこんな話から始まっちゃってありがとうございます。もう僕のくだらない話を50人も聞いていただいて、ちょっとねあの本当皆さんのまたもしかしたら終わった後にSNS でツイートするかもしれないですけど、ちょっと皆さんアイディアとか案があれば言ってください。なんか例えばこうね、まあ、引っ越し業者も1個でいける、まあいけると思うんですけど、まあちょっとねアイディアもあれば教えてください。初めての経験なんで、はい、ということでね、早速今日のね、まあもう大本命というところで、はい、まあ皆さんに本当にね、もうかれこれ1ヶ月半ぐらいですかね、浅川どうなってんだっていうところで、まあこうドキドキハラハラ悶々という気持ちをこうね、味わって、いた皆さんも多いんじゃないかなというふうには思うんですけど、先日というかあの1月18日に、奈良クラブ JFL の奈良クラブに移籍するっていうリリースを出しました。で、まあまずこう、まあ、決まったのはねもう少し前なんですけど、1月18日にこだわったっていうところが、まあ、僕のね、ノートを見てくださっている方がいらっしゃる、もしかしたら気づいた方はいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕が4年前ですかね、に J リーガーに、4年前になるのか5年前になるのかちょっと分かんないですけど、J リーガーに、まあ、なった日が、なった日というかリリースが出た日が1月18なんですよ。
で、まあ、そこに合わせてちょっとリリースを出したいなっていうところで、まあ、結構こう、まあ、待ってもらったというようなところで、1月18日に結局リリースを出したというところになります。なのでね、本当はね、皆さんに言いたい気持ちはたくさんありながら、ただね、ちょっとリリースが出るまでは、まだね、何も喋れないっていうところではあるので、まあ、リリースをしてから、まずは僕の SNS で、まあ、ノートを中心に自分の思いを書かせてもらって、で、今日、まあ、皆さんに直接この場を借りて、まあ、皆さんにこう、まあ、移籍をした思いだったりとかを話させていただけたらなというふうには思ってるということで、今回ね、この YouTube で、移籍決定ライブを、したというところになってます。で、まあ、とりあえずこの YouTube は、皆さんね、こう、すごい去年から見てくださっている方たちも多くいらっしゃると思うんですけど、もう本当に毎試合ね、試合終わった後に、もう皆さんとお話しする場っていう形で、オンラインで、まあ僕とね、試合終わった後に振り返りをして、あそこ決めて欲しかったですとかね、あそこシュート外すなよとか言われながら、ワイワイと、楽しい、まあ、勝って負けても続けながら、楽しい、こう、1時間にするというようなところで、昨シーズンから、この YouTube ライブ、まあ、もともとはインスタライブだったんですけど、そこから YouTube ライブに切り替えて、始めたというところでやっています。まあ、ちょくちょくその僕の動画も出てはいるんですけど、まあ、比較的このライブは、まあ、毎週のようにやっていたというところもあって、まあ、定期的なものになってるなっていうので、まあ、皆さんね、まだ登録もまだの方は、ね、それこそ900人を超えてっていうところで、いよいよ1000人に差し掛かってきたので、ぜひ皆さんお友達を誘って、朝霞選手の YouTube ライブ見ようよって言って、チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃありがたいです。1000になったらね、ちょっと、まあ、何かしら、皆さんにね、プレゼント企画しようかなとも思ってるので、ぜひぜひ、まあ、こう登録していただけるとありがたいなというふうに思ってます。で、まあ、そういったところで、まあ、僕もね、まあ、こう、本当に選手の生の声をね、届ける場所として唯一ですね、この YouTube ライブがあるわけで、なので、本当、嘘偽りない自分の思いとか、試合の感情とか、その時の、プレーで自分がどう思ったかみたいなところだったりとか、そういったところをね、皆さんにお伝えをこれからもしていきたいなと思うので、まあ来年ってことしか、今シーズンも引き続き、この YouTube ライブとかを通じてですね、まあ、奈良のことももちろん盛り上げていきますし、サッカー界のこと、スポーツ界のこと、いろいろとね、お話ができていければいいのかなというふうに思っています。なので、今日はね、本当に皆さんの質問に答えながら、僕もね、お話ししていけたらと思うので、ぜひ質問ある方は、こちらのコメント欄にですね、質問をしていただけると嬉しく思います。はい。ということで、なんかどっから話そうかな。なんか、皆さん、なんか聞きたいことあります？なんか。とりあえずですね、もう、まあ、もともと、まあ、奈良クラブにオファーをもらって、で、本当に年末年始すっごい考えたんですよね。まあ、シーズン終わってから、自分が来シーズン、どういった、まあ、選手でありたいか。今後どういうふうな選手になりたいか、またどういうこう道を突き進んでいきたいか、そういったことをすっごいいろいろ考えて、で、そこに本当にいらないものってないかな、不純なものってないかなっていうところで、本当に奥の奥の奥まで自分のこう気持ちをこう、まあ奥のところまで、まあ、深くですね、問い続けて、で、ようやく、本当、これ、年明けてからなんですけど、
決断したという形になります。なんでもう毎日毎日はげるぐらいね、自分の中で悩んで悩んで、まあ、悩むっていうものは本当ポジティブな悩みなんですけど、ありがたいことに。だからそういうのでどうしたらいいのかなっていうところで、もちろん相談した方もいらっしゃいますけど、まあそういった中で結局は最終的に自分で、まあ、判断して奈良クラブ移籍をするというところを決意したわけなんですけど、まあそこの、決意した時も、あ、決意したってオファーをもらった時も社長さん含め、創設者の方もそうですし、監督も、そうですし、いろんな奈良クラブのスタッフの方にいいお話をしていただいて、で本当にね、ピッチ内でもそうですし、ピッチ外でもすごく評価していただいて、ありがたいことに。で、まあ、なおかつ本当に僕が見ているような世界観と同じような方向性で見ていたっていうところと、まあ、これからチャレンジしていくっていうところの、こう僕結構ね、本当になんか出来上がったところっていうよりかは、これから積み上げていく、まあ、01が結構好きで僕は。なんでそういった、まあ、チャレンジにもなってっていうところで、まあ、こう結局選んだんですけど、まあ、いろいろね、もっと深いったものはまたお話しさせてもらおうと思うんですけど、まあ、そういった中でね、この間とか昨日か、まあ、奈良クラブの事務所に行って、改めて直接お話を伺ってた中でですね、自分の中では、まあ、この決断はもう間違ってなかったなっていうふうに思いますし、本当に奈良クラブに来てよかったなって改めて、まだね、シーズンも何も24日から始動なんで、まだ何にも始まってないんですけど、自主練とかぐらいしか始まってないんですけど、それでもそういうふうに思えるぐらい魅力的なチームに来たなっていうところを、すごく感じています。なので、もちろんね、ここにね、もしかしたら奈良クラブのファンサポーターの方もいらっしゃるかもしれないですけど、本当に強い気持ちを持って、僕自身この奈良に来たので、まあ、そういったね、思いも今日は皆さんにお伝えできればなというふうに思います。はい。ので、まあ思いはですね、もう僕のノートを見ていただけるとすごく伝わるんじゃないかなというふうに思っていますが、改めてちょっとね、まあどういった、まあどういった経緯で移籍していくかみたいなところもお話しさせてもらえればなというふうに思うんですけど、あ、ちょっとコメント答えていきますね。奈良に移籍してウルトラスの活動に影響はありませんかっていうところで、奈良クラブにもともと片岡壮選手って今もいるんですけど、選手が昨シーズンから、一応ですね、ウルトラスには参加してくださっていて、まあ、片岡選手の方から、奈良クラブの方に、ウルトラスの活動に参加していいかというようなところを、聞いてもらったところもぜひというので、まあ、参加していただいたんですけど、僕もその直接お話をさせてもらって、本当にいいプロジェクトだよねっていう、監督にもなんか、いや面白いプロジェクトだねって言われるぐらい、少しね、こう話が、まあ、浸透というか話がいっていて、で、そういった中で、まあ、ぜひ、まあ、奈良ももちろんそうだし、そういった活動を通じて、まあ、スポーツ界も一緒に盛り上げられたらっていうところでのお話があったので、特に影響しているところはないかなというふうに思います。ただですね、まだ僕のね、スパイクの応援の隙が残っているということで、ぜひ皆さん見ていただいた、見に来ていただいている皆さんですね、もう2月分はそろそろ届くというところで、届き次第また僕もね、投稿していこうかなというふうには思うんですけど、まだ3月の空きがあったりとかですね、まだ空きがあるので、ぜひ一緒に戦っていただきた、いただきたいなというふうには思ってます。ね、本当に今年1年間は、奈良としての歴史の残る1年になると僕は確信しているので、そういった中で、皆さんと共にですね、スパイクを通じてですけど、奈良の歴史を作っていくというような一月を皆さんと共に過ごせていけたらなというふうに思うので、まあ、2月で3月からいよいよ開幕なんで、ぜひ開幕の、まずはね、スパイクのこう応援をしていただけると、まずはそのね、開幕戦
からですね、まあ、練習もそうですけど、履かせてもらって、歴史を作る、まあ、得点とかを出して、取っていってですね、そういったところで、一緒にね、戦いたいなというふうに思ってます。またその辺もね、ちょっと、この後というか、お話はしていこうかなと思うんですけど、まあ、まずは、ね、こう、まあ、奈良クラブになぜ移籍したのか、みたいなところをね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思ってます。で、まずは、そうだな、こう、一言で言うと、多分、まあ、それこそ、J リーガーっていうところにこだわっていた自分が4年前にいて、0円でも YSCC セレクション受けてギリギリ滑り込んだ。それで、まあ、こう J リーガーになったんですけど、そういった0円でも、こう、J リーガーにこだわってた自分がいた中で、なぜ今回 JFL にっていうところで、やっぱりこう、そのまま J リーグとかに残っていたりとか、カテゴリーを上げた方が、今後のサッカーキャリアにおいても、多分、まあこう、なんていうんですかね、こう、ステップアップというか、サッカーとして、上り詰められるとは思うんですけど、そういった選択肢もある中で、僕の中で一番多分この道が困難だろうなっていう道を、選択したっていうところ。そしてだからこそ本当にまあこう冒険というかワクワクしたというところ。なんで多分このカテゴリーを下げるっていうことはもちろんまた昇格をしないといけない、なんないと J リーガーに戻ってこれないっていうところもあって、かなり難しい道にはなると思います。ただ可能性ももちろんありますし、今年僕は1年間でね、こう引っ張っていけるような結果を残すっていうところは僕もね、皆さんに約束して1年間戦いたいんですけど、その J リーガーでいるよりかははるかに厳しい道、うん、で、まあ、昨日いろいろと学んでたときに、なんか安牌な道は選んだら選んだで、まあ安牌なりの茨な道だよねっていうところを学んだんですけど、とは言っても一番困難な道が間違いなく茨が厳しいわけじゃないですか。険しいわけじゃないですか。だから僕自身は、いや、そういうところが、まあ、こう、僕の中で一番ワクワクしたというか、本当に0から1を作っていく。そういったところで、すごく共感もして、奈良クラブに移籍をしたというところが、僕の中での本当に、素直な、一番、こう、しっくりきたというか、まあ、こう、移籍の決断をできたところではあります。で、まあ、とは言っても、まあ、こう、いろいろと、それ以外にも、どういう思いでっていうところを、まあ、お話をすると、やっぱり、J リーグって、本当に最高な舞台なんですよね。で、まあ、ちっちゃい頃に J リーガーとか見てて、かっこいいなとか、うん、こんなね、観客の前でサッカーできたらすごいだろうなとか、そういうことを、まあ、肌から見て思うわけなんですよね、子供なりに。で、そういった中で、実際に4年前に J リーガーになって、まあ1年目は試合に1試合も絡めなかったですし、なんなら、ジャージを着てスタジアムにいるのに声をかけられなかったりとか、名前すら覚えてもらえなかったりとかっていうこともあったんで、まあ、正直大学生の延長線上かなっていうぐらいなところでは思っていたんですけど、まあ、2年目から出場してみて、で実際に、まあ、僕が初めて J リーグに出た日に
点を取ったんですけど、あの点を取った瞬間の歓喜とか喜びとか、もちろん勝った時の皆さんとの、こう、まあ嬉しさを爆発させる、まあ終わった後のね、こうそれこそロワッソでもカモンロッソっていうのがあったりとか、ワイスでもね、いろいろと応援をしていただいたりとかっていうところで、そういったね、こうやっぱ勝った後の、喜びとか、本当にやっぱりこう外から見てるのではわからないぐらい、最高の瞬間がたくさんあったんですよね。で、きついところがあったかっていうと、正直僕の中ではもう本当に楽しいこと、最高なこと、幸せなことがありすぎて、もうそういうのことを忘れてますし、なんかあんまり僕そういったところって覚えてもないし、あんま見ないので、あの基本的にはいいところしか思い出せないんですけど、だからそれぐらい本当に、この4年間 J リーグにいてよかったなって、 J リーグになってよかったなって思った4年間だったんですよね。で、まあこれからじゃあまああと仮に10年、長くてできたとした時に、まあ、35まで、まあもう10年もないですけどやるってなった時に、まああのそのね、こう舞台をずっと踏んでいくっていうところ、もちろんステップアップもしていく、カテゴリーも上げていく、そういったところもある中で、でもなんかそのサッカー選手っていうところは本当に素晴らしいものではあるんですけど、どうしても J リーガーっていうところが、まあ結局ずっとついてきたっていうところが僕の中であって、どこに行っても J リーガーの浅川くんねとかね、そういったことをこう言われたりしたりとかもして、ただ一方でそれがいい方に転ぶところもあって、選手権営業を去年1年間やらせてもらった中で、まあ、例えば、まあ、今だから言いますけど、まあ、ちょっとね、チクリっていう風に、まあね、ちょっと、まあ、冗談めかしたっていうか、そんな感じで言われたんですけど、まあ、チームがね、ある、まあ、ところに行ったとしても、もう営業の、ね、方が行っても、営業担当みたいなところで話が止まっちゃったりもするのも、いきなり僕がね、そのところに話行くと、まあ、社長さんが出てきてくださったりとか、みたいなところで、やっぱ選手っていうところに価値があるなっていうところはすごく感じた、まあ、去年1年間だったんですよね。で、やっぱりその名刺代わりになりますし、またまずは浅川隼人のファンになってもらってというか、自分がゼロ距離で関わることによって、今まで1回も試合に行ったことない人が試合見に来てくれたりとか、そういったことにはつながったんで、すごい良かったなって思ったんです。思ってるんですよね、今でも。なんですけど、それってJ リーガーじゃないとできないのかなっていうところが、結局 J リーガーしか経験したことないし、わかんないわけなんですよね。で、まあ実際になんかウルトラスをやってたとしても、J リーガーよりも地域リーガーの方が応援されたりみたいなパターンもあったりするわけなんですよね。ってなった時に、いや、これって本当にこう人の、まあ、価値というか、そこが高ければ、まあこう、まあ、言うてしまえばどこ行っても応援される人であれば、その地域に根ざすことも、地域を盛り上げることも、スポーツっていうものを使って、盛り上げることも何でもできるんじゃないかなっていうふうにはすごく感じてて、ってなった時に、じゃあまあ奈良クラブからオファーもらった時に、奈良っていう地でまだ J リーグっていうクラブがなくて。で、まあそれこそね、スポーツ不毛の地って言われるぐらい、スポーツもそもそもあんま根付いてないっていうところ。で、じゃあこのチームが JFL っていうところを昇格して、また J リーグっていう風になったら、どれだけの、こう、また、輪が広がっていくのかとか。なんかそういったのも、すごいなんかこう、自分の中で、なんかワクワクしましたし、まあ言うてしまえば、
なんでそこまで自分が J リーグっていうところに、J リーガーっていう名前にこだわるのっていうところに、結局は最終的に答えが出なかったんですよね。で、そこに答えが出ないってことは、いや、もしかしたらですよ、仮にですけど、J リーガーっていうやっぱり肩書きが欲しいとか、なんか単純にやっぱ J リーガーってかっこいいよなとか、もともとは夢を、子供たちにいい夢とか希望を与えたいっていう夢を持って、じゃあ J リーガーじゃないと与えられないよねって思っていた4年前なんですけど、4年間実際にこうサッカー選手として活動してみて、いや違うところでもできるんじゃないかっていう可能性を自分の中でやっぱどっかで感じてて、でもなかなかそこに飛び込むことができずに、で今回そういったオファーをもらって、これはすごいいいチャンスなんじゃないかなっていうところで飛び込んだというところになります。なんで本当に、いや J リーガーっていう肩書きが欲しかったらとか、 J リーガーってやっぱかっこいいよねって思ったところのプライドとかで J リーガーを続けたいって思ってるんだったら、いやそんなんやめちゃえよっていうぐらい、なんか、いやこれが他にね理由がもっともっとあればいいんですけど、僕の中であんまりそこがこう、最終的にしっくりきた答えがなくてっていうので、まあいや別にそれって J リーグじゃなくてもいけるよねって、いうところに結局なって、でじゃあ一番ワクワクするっていうところで、今回7クラブをね選ばせてもらったというところではあったんですよね。やっぱりまあね、こう僕も教育とかも好きなんですけど、スポーツって、もともとね語源がデポルターレっていうものから来てるんですけど、まあそれってね、こう巷を離れてこう非日常の空間を楽しむみたいなところの語源なんですけど、まあやっぱりこうスポーツって楽しむものであって、でなんかそれが日本だとちょっとねこう体育っていうところで教育っていうところになってしまって、どうしてもこう楽しむっていうよりかは、例えば筋力をつけるとか体力をつけるとか、そういうこう厳しいものに耐えた先に何かをみたいなところが結局やっぱ教育、スポーツっていう風になってしまって、でなかなかねやっぱこう根付きづらい部分でもあったりはするかなっていうのが、正直思うんですけど、でも今まで活動してきた中で本当に一回もサッカーなんて見に行ったことないよって、全然興味ないよっていう人たちが応援にねこう来てくださったりとか、なんなら去年浅川シートにシートパートナーさんとして協賛していただいたりとか、でそういったことをつながったことで、なんか僕自身のこう将来描く像とか、なんかすごい明確にもなりましたし、なんか改めてこういう本当にキラキラした J リーガー、ね、こう本当にトップトップで、やってる J リーガーみたいにかっこよくはないかもしれないし、キラキラしてないかもしれないけど、本当に僕は僕なりに泥臭く、本当にねこうゼロ距離で一人一人と接して、で興味持ってもらって、それが最終的に、あサッカー選手だったので、じゃあちょっとサッカーを行ってみようかなっていうので、あのサッカースタジアムに来て、であのスタジアムで、うわこんなサッカーって面白いんねっていうところで、またプレイヤーとして表現をして、でまたねこう応援してもらってみたいなところで、できるだけ身近にそのサッカーをとか、自分を、坂隼人っていうところを感じてもらっていくことによって、僕はスポーツ文化にこう、サッカー文化って言われるところに根付いていくんじゃないかなっていうふうなことは思うので、だからどれだけそういった地道なことを、僕はなんかこれは役割分担なんじゃないかなとは思ってて、トップの選手はもちろんトップでプレーとして代表の選手とかプレーをして、そこで日本の代表として夢を与えたりっていうのはもちろん、やっていき行ってほしいなと思いますし、僕もそこを目指していくんですけど、そういった中で
ね、こう今まで代表経験もないし、そんなトップトップでやった、ね、こう経験もない中で、僕は僕なりの浅川隼人としてのサッカー選手像を貫いていきながら、どれだけゼロ距離で皆さんと関わって、どれだけ地域にこう根付いて、地域に愛されて、また日本に愛されて、なんか最終的にね、僕が引退する頃に、なんか、すごいね、こうサッカー界がより良くなったな、僕は嬉しいなっていうふうに思って。だからこそ、またこの1年間、すごいいいチャレンジになるなっていうふうに思いますし、ここで1年間で奈良をね、奈良クラブを J リーグに昇格するさせることによって、また奈良の皆さんが、ね、本当にいいスポーツっていうところに興味を持ってもらったりとか、県外就職率っていうところも僕はノートに、まあ、課題感として出しましたけど、奈良に残るっていうところとか、奈良に来て、そういったスポーツをまた応援するというところで、やっぱスポーツがハブとなって、また奈良クラブがハブとなって、奈良クラブが、奈良がより盛り上がって、行ったらいいなっていうふうには思っていて。だそのね、少しでも手伝いができるように、僕自身今年1年間で、プレイヤーでもそうだし、浅川隼人としても、盛り上げていきたいなというふうには思ってます。で、まあ実際にね、一番最初、まあ社長さんとお話をさせてもらって、で、もうその最初の面談ですね。もういきなりこういろんなね、こう今後奈良クラブとしてこういうふうにやっていきたいみたいなところのプロジェクトの一員としてジョインしてほしいっていうところのお話があって、もうそれを聞いた時点ですごいワクワクしたんですけど、また改めて昨日話を聞いて、いや間違いないなっていうふうに思いましたし、本当にそれこそ、まあメソッドとかもありますけど、まあ、バルセロナって今だけ、今ではね、あんなクラブになってますけど、100年間ずっと同じことをやり続けて、積み重ねて今みたいになったっていうところでね、社長さんも話をしていて、そういった、ならクラブとしての、やっぱり、理念とか、目指したい方向性とか、そういったのはもう変えずに、ずっと、こう、本当に薄い紙かもしれないけど、一枚一枚積み重ねる。それで、まあ、10年先なのか、20年先なのか、はたまた100年先なのかわからないけど、そういった時に、本当にね、奈良クラブとしての、まあ、形を作っていきたいと。まあ、そういうふうになれば、もう10年、20年、100年と積み重ねていけば、そう簡単には崩れない奈良クラブとしての軸はあるはずだから、っていう話をね、こうしていて。僕も間違いなくそうだなっていうふうに思いますし、僕自身も個人としてもそうでありたいなと思いますし、またやっぱ J クラブとしていろんな規約だったりとか制限とかあったりする中で、なんか僕はやっぱどうしてもこう、ただただ勝ちにこだわったりとか、ただただ昇格をするチームとか、本来であればそういったチームの理念とかもっと、ブレちゃいけない部分があるはずなんですけど、結局やっぱ勝負の世界だし、まあその勝ち負けで一喜一憂してしまったりとか、じゃあうまくいかなかったらすぐ監督を変えて、監督が来たとしても全然こう方向性の違う監督が来て、またサッカーが一からガラッと変わって、でいろんな選手がいろんな、また飛び立ってって、また抜かれてってもそうだし、やめてってっていうところで、また一から積み重ねていかないといけないっていうところだったりとか、そういうのではなく、何のためにそのクラブがあるのかみたいな意義、チームの哲学、フィロソフィーみたいなところを、なんかどれだけ、チームとして体現できるかみたいなのはすごい大切だと思うんで、なんかやっぱ僕はまだまだやっぱ同じクラブが多い気はしてるので、もっと本当にそのチームの色を出していかないといけないなと思いますし、それはすごい強く奈良クラブには感じたので、もうピッチ内でもそうだし、ピッチ外でも活躍の場を、本当にね、与えてくれた奈良クラブにはすごく感謝してるというところでですかね。はい。すごいね、一人でベタベタ喋っちゃったんですけど、まあ、皆さんのちょっとコメントにもね、答えていくので、ぜひぜひ質問もお待ちしております。
いや、もうね、50名以上も見に来てくださってありがとうございます。そう。ね、ちょっと話に聞きっちゃうと思うんで、ちょっと黙っときますね。質問あれば、言ってください。とにかく今年暑いと思います。奈良クラブもそうだし、まあ、JFL も暑いと思いますし、カズさんがね、こう、鈴鹿に来たりとかっていうところもあって、すごく、見られるじゃないかなとは思うので、そういった中でね、奈良クラブが優勝して昇格してというところで、来年は J3 のね、舞台でまだ戦えるように、今年1年間しっかり頑張りたいなとは思ってますよね。そういったなんか僕としての、やっぱ夢とか、軸、大気とか、そういったところは、ちょっとぶらすことはできなかったなっていうのが、今回選択した、ところですごく感じた部分ですかね。あ、で、あ、ちょっとね、この JFL の選手は仕事をしながらサッカーをするイメージです。浅川選手は仕事や、アルバイトとかするのでしょうかっていうところで、僕はなんなら J リーガーでも全然してましたね。もちろん1年目 YSCC の時はもうやり方も何も分かんないんで、アルバイトも全然したりとかしてたんですけど、果たしてそのアルバイトが自分のためになるのかっていうところで正直わかんなくて、お金を稼ぐっていうところでしかなかったんですよね。だからなんかそれってあんま自分のためになんないだろうなっていうところがあって、じゃあどうしようかっていうので、まあレンタル J リーガーとかをやり始めたんですけど、でまあまあそこから仕事もして、まあ行っていく中で、まあ熊本でプロ選手になってっていうところではありましたけど、もうその時は正直、まあ僕自身はもう実際にまあ仕事というのはまあしてって、会社持ってたりとか、法人持ってたりするんで、まあそっちの仕事がメインではありますけど、まあそういうふうな仕事をすでに熊本の時からしてたっていう感じなんで、J リーガーでもありながらそれはしてたっていう感じだったんですよね、僕の場合は。他の選手は全然してないんですけど、僕の場合はそういうふうにしてて、なんで、こっち来ても変わん、やることは変わんない。っていう感じですね。今の会社とか法人で、まあウルトラスのこともそうですし、チャブ台のこともそうだし、まあ福祉の関係の仕事もそうですけど、そういったところで、まあ仕事はやっていくかなっていうところにはなりますね。よりまた時間もできるとは思うので、やはりこう二ブレンとかもね、なかなかできなかったりもするので、仕事を持ってる選手たちもいると。ってなった時にね、時間がまた相手は来ると思うんで、その時間何をするかみたいなところはまた考えてはいかないといけないなと思いますし、やっぱり大切にしていかないといけないなと思うんで、この1年でどれだけ、まあ、僕は今年1年がスケールを上げたい、スケールアップしたいっていうところで、今までやってきたことをもう一段落二段落、階段をね、こう登っていけるような、スケールアップをしたいと思っているので、頑張って、1年間戦いたいなと思いますけどね。はい。いや、奈良クラブのですね、新しい、まあ、クラブハウスとかね、グラウンドができるみたいなところの構想度がめっちゃ面白くて、もう今からめっちゃワクワクしてるっていう感じですかね。そういったところもすごく楽しみではありますね。これが本当に奈良クラブとして、まあ、これだけ言ってるので、これで J リーが J リーグに上がったからといって、コロッと変わるわけではないと僕は思ってるので、それでもしコロッてから変わられるんであれば、いや、ちょっと違かったなと思いますけど、奈良クラブはそうではないっていうふうに僕は強く感じてますし、まあこのね、僕はもうノートにロールモデルになるっていうふうにはなります、話してましたけど、書いてましたけど、そこは間違いなく J クラブになった、としても、ね、今の活動とかやり続けることによって、まあ地域に愛されて、地域に深く根付いて、
で盛り上げられるようなあの一つのハブになるのが奈良クラブなんじゃないかなって。それっていうのがもっとね、大きくなっていくことによって最終的にどの J リーグクラブからも、あ、奈良クラブってすごいよねっていうこう、まあ魅力のある、そして、まあ、真似されたりとか、するようなチームになるんじゃないかなって僕は、ね、本当にこう、じゃあ1年2年でなるかっていう、ここはちょっとまた難しい部分ではありますけど、これをずっと積み重ねることによって間違いなくロールモデルになるんじゃないかなと思ってるので、その一員として僕はまずは今年1年間戦っていきながらやっていきたいなと思いますけどね。奈良県のね、食べ物って何が名物ですかっていうところで、僕も奈良の人に聞いたんですよ。で、いや、そんなないんですよねっていう、まあ、ちょっと控えめなのか分かんないんですけど、言ってたんですけど、まあ、一応、柿の葉寿司とかは名物っていうふうには、聞いたりしてますね。あとはね、なんだっけな、なんか、細いそうめんがあるらしいんですけど、そうめん？そば？うどん？そうめん？そうめんがあるみたいなんですけど、そこも、まあ、名物って言ったら名物かな、みたいな感じで。なんか、やっぱり、関西だと、もう僕も本当、関西とかもう来たことないし、住んだことないし、なんなら僕、ずっと熊本来るまで関東から出なかったんで、熊本来て初めての九州だし、初めての、今、奈良に来て関西なんですけど、やっぱりこう大阪があって京都があって兵庫があって、でどれもまあ 1,2 時間ぐらいで行けてしまうんで、やっぱどうしてもやっぱそっちのこう、人たちがまあこう強くなってしまうというか、やっぱりこう奈良は奈良でこうね、こう固まってしまったりとかっていうところもあって、なんかこうなんていうんですかね、ちょっとこう内々な感じはするんですよね。なんで、まあ、それをね、もっともっとこう社交的にというか、自分らが奈良として、奈良県民とか奈良に住んでる身として、いや奈良ってこんな風に、でも奈良の人たちは奈良をめっちゃ好きみたいなんですけど、なんかこうやっぱそれこそ今のこう食べ物もそうですし、ただ、まあ、それこそね、都があったっていうところはあるので、いや俺らは都の、もともと都があったしっていうところはあるかもしれないんですけど、なんかこうもっともっとね、いやいや奈良にはこれがあってみたいなのを言えるような、それが奈良クラブっていうふうに言ってもらえるようなチームに僕はなりたいなと思ってますし、そういうふうに言ってもらえるまでやっぱ奈良の人たちとこう密接にね、関わっていきながら盛り上げてはいきたいなと思うので、なんで本当にそういったね、こうまあ県民性とかいろいろ、まあいろんな地域に行きは、熊本の地域には熊本の県民性がありましたし、奈良にはまた奈良の県民性があって、僕はまだ来たばっかなので全然わかんないんですけど、まあいろいろ話を聞いたりするところ、まあそういったところもあるっていう話もあったんで、そんなね、ところで盛り上げていけるといいなっていうふうに思ってますね。はい。いや、熊本大好きなのはずっと変わんないでいてほしいで、いや、もう、めっちゃ大好きですよ。なんで、いや、そこは変わんないですよ、やっぱり。うん。またいつかね、戻っていきたいなと思う、場所にはなって、またね、行ってきますって言ったんで、帰ってこないといけないんで。また帰ってこれるようにね、僕も成長したいなと思いますし、また奈良をね、もっと盛り上げた上でね、こうまたね、いつの日か、まあ、選手として戻れるかは分かんないですけど、また戻ってきた時にね、お帰りとは言ってほしい場所ではありますけどね。はい。あ、奈良クラブのサポーターの方ですかね、奈良クラブに来てくださって本当にありがとうございます。今年こそ J リーグへっていう。いや、そこもね、本当にありがとうございます。奈良の人たちの念願だと思うんですよね。悲願だと思うんですよ。まあね、自分らで言うのも、おこがましいかもしれないですけど、僕はそう思ってて、だからこそ、この県にまた一つ J クラブができたってなるだけで、一つね、いやいや、奈良には奈良クラブあるしっていうふうに言えるようなところにもなると思いますし、
間違いなく、今年1年で、その、まあ、それこそ昨年から監督も変わらずで、ほとんどの選手が残って、プラス J から何人か入ってっていうところで、すごいレベルアップはしてる環境になると思うので、競争も激しくなると思いますし、僕もね、まあ、ちゃんとね、こう、使ってもらえるように、いい結果を出し続けないといけないなと思うので、そのね、小学の力になれるように頑張っていきたいなと思いますね。はい。コタ君と会いましたか？どんな話をしましたか？あ、今、自主練の期間で、もうでも2回ぐらい一緒に自主練をしてっていうので、それこそコタ君もそうですし、まっちゃんっていう、松村さんっていう、フィジカルじゃないね、トレーナーがいたんですよ。熊本に。で、去年は長崎にいて、今年奈良クラブに決まったんですけど、なんで元奈良のね、元熊本の、人たちが奈良にね、こう3人今いるっていうところで、まあそんな熊本のね、話をしたりとか、まあそれこそコタ君によく聞いたのは、まあその JFL っていうところのリーグの特徴とか、サッカーについてのことが結構多くありましたかね。あとチームの雰囲気とか、まあそこは本当にいい、まあ入る前にも、その辺は聞いてたっていう感じですね。はい。いいですかね。まあ、あとは、あれですね。まあ、それこそ、ウルトラスだね、片岡選手も、いたりとか、僕の大学の2個上の先輩の金子選手がいたりとか、そういったところで、意外になんかこう、知ってる人がちらほらいたっていう感じではあって、楽しみだなっていうふうに思いますし、また24月曜日から、あさってから練習が始動するので、めちゃくちゃ楽しみです。はい。あ、ゆめちゃんは元気ですかっていう、元気ですよ。なんとかね、長旅のあれ終わりました。それこそ、この間、まあ、千葉に帰ってたんですよね、実家に。で、千葉に、熊本から車で帰って、で、熊本から、千葉から熊本に帰ってきた日に、結局決断をしてっていうところで、いや、その前に決断しとけばよかったんですけど、その日に結局決断して、なんで朝方について16時間ぐらいかかるんで、朝方について、で夜また車で10時間ぐらいかけて奈良に行って、でその次の日に家をもう決めて、その夜にまた熊本に帰って、で熊本からまた何日間後に奈良に来たんですけど、めちゃくちゃ車で運転してて、まあその時もね、ゆめちゃんはね、こう、まあ一緒にね、こう来てたんですけど、まあなんとかね、まあストレスもかかったかもしれないですけど、なんとか今元気でやってますよ。今年もよろしくお願いします。浅川選手はどこへ行っても愛される選手になると思います。ピッチ内外の活動を楽しみにしてます。奈良の良かところも楽しみにしてますよ。そうですね、ちょっとね、明日は、ならね、ちょっと観光しようかなとは思ってるんですけど、まあ、いかんせんね、こう、冷蔵庫がね、ないので、ちょっとドキドキしますけど、あ、まあ、来ましたよ、ゆめちゃん。元気にしてますって。はい。皆さん、夢です。はい。これから多分いろいろ出てくると思うんで、ぜひ楽しみにしていてください。はい。ね、ちょっと奈良の良かところも、発信できるようにしていきますね。ありがとうございます。那須さんが監督を務めているウィナーズって YouTube で見たり、いや、そんなに僕あんま YouTube とか見なくてね、見てないんですけど、あんまり、まあちょっとその流れてきたりとかした時にはたまに見たりはするんですけど、那須さんの YouTube で、それこそ僕の母校が東洋釜大学がね、一度ね、出たっていうところもあって、そこは、そこの回を見ましたね。はい。浅川選手応援してます。ありがとうございます。いや、今年も、いや、本当にね、皆さんに、いや、たくさん集まっていただいてありがたいですね。ぜひ、今年一緒に、ね、昇格しましょう。サッカー選手同士と仲いいのは分かりますが、選手の奥さん同士って関わりはあったり、仲良かったり、あ、これがですね、奈良クラブめっちゃ魅力的なんですよ。
結婚してる選手も結構いたりするらしいんですけど、今年の、去年から来た監督、フリア監督っていう監督が、去年からその試合の席で、こう、ファミリー席みたいなところを作ったみたいなんですよね。で、そこで、こう、選手の奥さんとか、まあ、なんなら彼女さんとかがそこに座れるようになってて、で、そこで交流ができるような。ものも今設けてるらしい、去年から設けてるらしいんですよね。だから、奥さんとかも比較的そういうので、まあ、こう、友達ができたりとか。まあ、で、まあ、年齢も大体同じぐらいの選手たちもいるので、同じ選手もそうですし、奥さん方もいらっしゃるみたいなんで、そういうのでね、なんか交流はあるみたいなんで、去年は、熊本にいるときはね、なかなかやっぱ、まあコロナもあって、外にも出れなかったですけど、まあそういったところでね、ちょっと妻にはね、苦労かけたんで、奈良ではね、少しはそういうのでね、こう、増えていくと、輪が増えていくといいなと思いますけどね。はい。あ、ぜひぜひ、JFL、YouTube でやるみたいなんで、ぜひ YouTube でね、登録して見ていただけると。で、それ終わってから、またそのまま YouTube で、浅川隼人のチャンネルで、YouTube の振り返りライブを聞くというような流れで今年はよろしくお願いします。はい。ねえ、そうなんですよ。いや、今年 JFL、それこそ熊本のサポーターの方、熱いんじゃないですかね。それこそ、恒大ももちろんいますし、で、かけるも、啓達も、高専も JFL ですよね。ね。本当にね、いろんな選手が、まあ、コタ君と僕はね、こう、一緒にプレーも、しますし、タム翔君だっていますしっていうところもあって、見る試合が多いんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、ぜひね、ちょっと、ひいき目に、奈良クラブ、見ていただきたいなと思いますし、本当魅力的なサッカーをすると思いますし、僕すっごい合うと思うんで、めちゃくちゃ楽しみです。そうなんです。あ、振り返り聞きに来ますなんてありがとうございます。本当にね、まあ、ぜひ、熊本からの鈴鹿コーチ、大阪、新宿、あ、そうな、そうだ、勇気もいるのか。いや、楽しみですよね。だから、YouTube だとね、本当にいろいろと見えるはずなので、ぜひ YouTube チャンネルをね、楽しみにしていただいて、で、まあ僕の終わった後に僕のチャンネルに来ていただけると嬉しいなというふうに思ってます。はい。ということで、なんかまたね、そうですね、開幕前、まあちょっとね、長くなるので、またちょっとね、まあシーズンが始まって1ヶ月経ってどうかとか、まあ開幕が3月からなので、まあその前ぐらいですかね、3月頭ぐらいに、だとみんな寂しいですよね。なんでもう2回ぐらい、もう2回ぐらいちょっとね、YouTube ライブで皆さんとお話ができればなというふうには思うので、ぜひその辺も楽しみにしていただけたらなというふうに思ってます。で、あとは、その対談をですね、ウルトラスの選手たちと今やってるんですけど、そこがですね、限定配信になるんですよ。で、その YouTube で対談をしてるんですけど、アーカイブとかも全部残るのが、ウルトラスの、LINE アットになるんですよね。で、LINE アット全然無料で友達に、申請していただければ、見れるようになってるんで、そこで配信 URL もらってってなると、このね、僕だけの、ライブ以外でも、まあ、いろんな選手、昨日吉田選手、一昨日吉田選手とやったりとか、内山選手とやった回もありますし、いろいろと、まあ、限定公開のやつが残っていると思いますので、その辺も見ていただけると嬉しいなというふうに思ってます。はい。ということで、まあ、ちょっとね、長くなりましたけど、あとは僕がちょっとね、やっぱり一方的に話してしまうので、もう少し皆さんとね、コメントを取り合いながら話せるように、ちょっと僕もね、今年1年間は頑張りたいなと思いますけど、また1年、ぜひ一緒に戦って、奈良をね、奈良に J リーグクラブ、作れるように僕も頑張りますんで、ぜひ皆さんもね、一緒になって戦っていただきたいなと
というふうに思いますし、できればですね、はい、スパイクで一緒に応援をというか戦っていただきたいなというふうに思ってます。まだいくつかですね、あ、ちょっとじゃあ最後それをちょっと共有しようかな。はい、ですね、はい、そう、これなんですよね。後でリンク先も送っておくんですけど、あ、ロワッソかの音になってる。これはちょっと後で変えときますけど、あ、やっぱ開幕のスパイクの応援がまだできるんですよ。で、まあ、4月も残って、5月は、そうですね、僕の誕生月はもう埋めていただいて、で、6月もか。あ、7月もあるのか。夏場もあって、9月もあって、10月、11月は最後はないのか。はい。ということで、シーズンのね、最後は、だから、本当に昇格を決めるコールみたいなところは、ちょっとね、スパイクを応援できない形になってるんですけど、まだ、まあ、もうね、2月はちょっと難しいですけど、3月の開幕戦から、僕のスパイクを応援をできるので、ぜひ。で、あれですね、スパイクの色がですね、今これ白になってるんですけど、まあ、2月が黒が届くって言ったのかな、なんですけど、そこからね、赤になるというね、情報も出てますので、ぜひね、そこで、あと靴ひもも選んでもらって、例えば黒、白、青、ピンク、この色々あるんですけど、そこでね、また、これはないか。ぜひね、皆さんの色にスパイクをアレンジしてもらって、まあ、こう、スパイクを見て、お、あれ、俺が応援したスパイクじゃんみたいなのが目に見て分かりやすいようになっているので、ぜひそれでね、一緒に戦って、一緒にたくさんのゴールを皆さんと共に取れたらというふうに思うので、ぜひウルトラソンの方でも応援よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今回はそういうような形で終わりにしようかなというふうに思っております。はい。じゃあまた皆さんね、いろいろと、また僕も発信していきますし、またウルトラスのラインアットでは、ウルトラスの選手たちと、まあ、サッカー界についてとかいろいろ話していきたいと思ってますので、そちらもよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はね、長々なってしまいましたけど、まあ、なぜ僕が、JFL 奈良クラブに移籍をしたのかっていうところの理由だったりとか、思いみたいなところをお話しさせてもらいました。また次はですね、シーズン開幕前にもう頑張ろうよっていうところで、まあ、奈良だと、熊本だとね、頑張らそうみたいな感じで言ったんですけど、ちょっとね、奈良だとね、どういう方言があるのかっていうのは、ちょっとまだ僕も知れてないんで、そういった方言もつけてね、頑張ろうの会をしたいかなっていうふうに思うので、ぜひその辺も楽しみにしていただけながら、見ていただけると嬉しく思います。はい、ということで、今日も皆さん長い間、ありがとうございました。また、今年もよろしくお願いします。